はい、今回はですね、初めて使う妖怪なんですけど、エンラエンラを使っていきたいなと思います。この妖怪ですね、味方全員の陽気ゲージが溜まりやすくなってるんで、必殺技が結構早い段階で出せるんじゃないかな。残念ながらね、レベルが60なんであんま攻撃力ないですけど、陽気ゲージ溜まりやすくなってんのかな。あ、エリート社員が来た。うん、ちょっとね、使いづらいな。猛獣、うわ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 、やめろ。立って、ってやべ、身軽に2行使った。妖術系のね、妖怪全然使わないからな。で、いつもなんですけどヒーラーの妖怪がいないんだけど、一応、あー惜しかったね。あ、回復してる、自動的に。僕も一応百鬼姫のコーンつけてあるから回復できるんだけど、あ、なんだこれ、なんか落ちてると思ったら違うか。わわわわ、ちょっと待って、ちょっと待って、やべ、後がない。ちょっと待って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 、全然必殺、あっ、最悪最悪だ、あぶー、ごめんなさい。これ技を出すタイミングが結構、ごめん、ちょっとね、これバグってんだな、ちょっと変なカバーかぶつけてんだけど、助けに行かないと。僕あの任天堂 3DS にカバーかけてるんですけど、なんかそれが邪魔してボタンがちょっと誤作動してた、外した今カバー、ズバッと。あ、見えない、なんで、なんで今回こんなに苦労してんだ。スーッと、あ、ようやくようやく必殺技きた。あっ、なかなか壊せないな。避ける、いてー、当たった、大丈夫か俺、申し訳ない、ごめんなさい。あ、ちょっと必殺技使おう。え、死んでんじゃねえかよ。あともうちょい、あともうちょい、ちょっとあの、僕あの竜巻の術はね、ちょっと苦手なんでやるのやめよう。あー怖い怖い、味方のだけど怖えな。あー、いった、ちょっと申し訳ない、なんかものすごい下手くそだったですけどね、倒せました。ちょっと使う妖怪変えよう。そして任天堂 3DS にね、かぶしてある、ちょっとカバー外そう、すげえ邪魔。ちょっと買ったんですよね、ヤマダ電機でニュー 3DS に本体変更したんですけど、新しく買った任天堂 3DS なんで傷がつかないようにね、つけてあるんですよカバー。でもなんかね、それつけるとボタンがちょっと誤作動するんだよね、 L ボタンと R ボタン。今外しました。エンラエンラちょっと難しかったんで、っていうかあの難しくないんですけど、僕はちょっと下手くそすぎたんで変えます。これも初めて使う妖怪だね、レベル45なんで全くレベル上げをしてないっていうことだから初めて使う妖怪。自分がかける悪い取り付きの効果が長持ちする、なるほど、技
こういう感じなんだね。あ、レンジャーだし、そんなに攻撃力高くないね。まあちょっとやってみよう。今回もやっぱり武士王ですね。最近武士王多いな。そしてなんとですね、全員カイマになりました。僕がこの厄介を選んだらね、全員カイマで来てくれた。さあちょっとね、厄介なのがこの厄介はね、回避がないんですよ。回避がないから。いや俺どうすりゃいいんだろう。うわちょっと技のね、このボタン、ちょっと配置の仕方もちょっと間違えてんな。あらららちょっと来ないで。足を押せ。追いつかれてんじゃん。普通に追いつかれたじゃん今。この吸収の術ってやつかな。結構そんなダメージ入らないか。さあこう毒の取り付き、これで相手の体力がどんどん減っていくらしいけど、どんなもんなんだろうね。ダメージが入りまくりだから、どれだけ自分のこの取り付きが効いてんのかよくわかんないな。あ、117っていうダメージがさっきから入ってんのが俺だ。あ、結構いい。だったら結構いいぞ。あ、こっち来た。しかしなかなか技が回復しない。猛毒取り付きかなりいいんだけど。さあ溜まった。今だ。やばいぞ。さあちょっと助けに行きたいけど、なあ食らった。あ、一応全員助かってんね。今回はですね、僕はGババーンのコーンをつけてあるんで、味方が全員一人でに回復していくんですよね。で僕もこの吸収の術を持ってるから、そんな簡単にはやられないはず。あっ、ちょっと待って、全然ダメージ入ってないな。そっかみんなあれだもんね、妖怪のランクが結構低いから。一応厄介は S ランクなんだ。あ、これやばい、これ避けられない、俺避けんな。やべ、自分から突っ込んでいっちゃった。ちょっとやばい。さっきからこれ全然殴ってないね。あ、結構厄介、俺好きかもしんない。猛毒取り付きが結構強い。肝心なダメージはそんな入ってないけど。これ猛毒取り付きの技の回復のスピードがかなり遅いけど、これ技溜まるの早くなるコーンつければ相当強くなるんじゃないかな。うん、そう、ちょっとそこは助けに行けらんないな。よし、いやー、お前はすごい硬いんだよ。こっち来んな。そして、ですね、必殺技、どんな必殺技を使うのかっていうのをちょっと確認してこなかったな。なんだろう、ダメージが入るやつだったら結構嬉しいな。おっ、来た。痛い。何、厄介な呪い、何の呪いだ今。厄介の必殺技は呪いなんだね。ああ、2回目か。やべえ、来るよ。
余計に下手くそだって。あっち危ない。なんでなんでこれ食らったんだ。ここにいてここ隕石当たんなかったよね。よし、ようやくまだ半分じゃないけどまあ半分みたいなもんだ。お、すげえ竜巻かっこいい。さあこっち来い、こっち来い、こっち来い、こっち来い。ん、なかなかこっち注目できない。うわ、わわわわわ。あー多分厄介は攻撃力ないからこういうの厳しいな。あらららら、絶対壊せないこれ。わあやっぱり、うわわわわ、うわー、まあこれしょうがない。やべえ、覚悟きた。よし、そう、その距離で届くのか、長いな。これかね、攻撃力がこの紫の状態だと確かね攻撃力が2倍になるんだけど、ちょっとリーチも長くなってんのかな。あぶね、今、うわわわわわ、最低最低それ。うわわ、動き回ってた方がいいな。身代わり人形全部使っちゃった。ちょっとダッシュしてる感じがいいね。あーじゃあ、来た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 。あな、あー3回目来た。今度スイカだ。バリバリ冬なのにスイカ。あっ、いて、食らった一発だ。ごめんなさい、あれは避けらんないよ。あ、早く夏になってくんねえかな。俺スイカ大好きなんだよね。メロンも好きだし、昔はそんなに好きじゃなかったんだけどな。また来たそれ。これ止めらんないんだけど。おら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 、うわ、あれが止めらんないんだったらもう無理だよこれ。パンチ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 、ビンタか、これビンタ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 、うわー来た、覚悟。さあ助けに行こう。うーん、これみんなで助けてるね。あのこ、全員、あっちょっとリーチ長すぎ。いやー、みんな逃げて、やられちゃうよ。こんなに頑張ってきたのに全滅とかね、マジでちょっと厳しいから。そうなんで、みんなで助けに行くっていうのもちょっと危険なんだよね。誰だ、誰が復活された。あ、俺じゃない。きた、厄介厄介、戻ってきた、復活。よしよっしゃ、オッケー、ようやく必殺技出せるようになった。このね、必殺技ね、どれだけ効力があるのか全く分かんないからさ。あー避けられた。次、あ、次まだ月なんだ。そろそろウィスパーが来るかなと思ったんだけど。うわ、これ避けないと一発、一発、危ねえ、危なかった。うん、やっぱなんかリーチがね長くなってるような気がする、あの紫の時は。あ、絶対これ長くなってんだ。わあ、またそれ来た。おっ、初めて1個壊せた。
わお。リーチ長くなってんね。 1.5 倍ぐらいなってるか。あー、こっち来るな。てぃ、うわー、申し訳ない申し訳ない。おお、うわうわうわ、近づくことできない。よし、今のうちビンタビンタだだ。ちょっとやっぱあれだ、なんか全力攻撃的なやつがないと無理なんだ。うそー、絶好のチャンスだと思ったのに。もう落ち着いて。うわー、死んだ。さっきあれでね、ひるますことができたら相当良かったんだけど。いや、やっぱ武士王難しいよ。あ、来るか来るか。あ、また満月だ。これランダムなんだね。あ、ちょっと俺グレート化すんのやめよう。よし、避けられた。ここちょっと危ないんじゃない、ここ。やめて、そういうの、そういうのやめて。もう何回死んだんだろう。頑張ってよ、厄介。 S ランクなんだから。ぴょんぴょん跳ねすぎなんだよお前は。さあ次来たぞ、これか。壊せないか、どうだ。よし、壊した。この吸収の術もね、なんかあの攻撃出した後の硬直が結構激しい。あら、もう指痛い、指痛い、すげえ、すごい指痛い。さあ猛毒取り付き入った。あ、ちょっと今俺が引き寄せておいて、うわー、そういうのもう最低。いやー、ちょっと逃げる、ちょっと待って、まだした。あ、危ねえ。さあそろそろ技使いたいんだけどな。うわ、すげえな、そこ刀届くな。ああ、あともうちょい。あ、もう倒せる。お、いったー。時間かかりすぎ。お疲れ様。ありがとうでいいか。いやー、ちょっと S ランクでいってこんなに時間かかると思わなかったな。 E ランク妖怪だけでこの武士王にね、挑むっていう動画で結構時間かかったんですけど、それと同じぐらい。はい、ということで海馬の厄介で武士を倒してきました。次回もですね、もうバシバシと変な妖怪使って妖怪ウォッチバスターズやっていきたいなと思います。はい、ご視聴ありがとうございました。